大海獣空中戦、ガメラ対ギャオス。大海獣空中戦、ガメラ対ギャオス。大海獣空中戦、ガメラ対ギャオスは、大映画制作し、1967年、昭和42年3月15日に公開された、日本の特撮映画作品。ガメラシリーズの第3作。同時上映は、小さい逃亡者。総天燃色、大映スコープ、87分。 富士火山帯に属する明人章、三宅島大山が噴火。さらに、富士山が噴火し、噴火の熱におびき寄せられ、ガメラが飛来し、炎を食い始める。ガメラの調査のために、記者会見が行われ、取材陣や科学者を乗せたヘリコプターが飛び立ったが、双子山上空で地中から放出される緑色の光を目撃後、突如黄色い海光線によって、真、うたつにされ墜落する。 一方、東名高速道路建設予定地である、双子山蕎麦の山村では、金丸村長の旗振りのもと、用地賠償金の釣り上げを狙った、反対同盟の激しい妨害が続いており、早期決着を迫る道路交段開発局との間で、工事責任者の堤主任は頭を悩ませていた。金丸村長の孫、栄一は双子山を遊び場にしていたが、 開口現象の取材にやってきた新聞記者に案内を頼まれて今日双子山に向かい不気味な洞窟に入ったところで突然の地震に見舞われる。A1 を見捨てて逃げ出した記者は巨大な手に掴まれ空中高く持ち上げられる。記者の安全に迫る超音波怪獣ギャオスの巨大な顔。記者はギャオスに食われてしまい続いて A1 が捕まえられる。子山の開口現象は 富士火山隊の異常活動によって目覚めた怪獣ギャオスツアナが放ったものだったのだ。駆けつけた包みたち建設作業員の目の前で、今まさにギャオスに食われそうになる、絶体絶命の A1。そこへ、ま一発、ガメラが開い。ギャオスは、噛んだかく叫ぶとともに、その口から、黄色い海光線が放たれ、光線は、ガメラの腕を鋭く切り裂く。 調査団のヘリを切断したのはこのギャオスの超音波メスであり、彼らはすべて一食い怪獣ギャオスに捕食されていたのだ。ガメラは A1 を甲羅に乗せて脱出し、遊園地で降ろした後、海底深くに沈んで傷の治癒に努める。A1 の証言によって怪獣はギャオスと正式に名付けられ、その人肉を好む生態が明らかになり、直ちに防衛隊の空陸一体作戦による、 戦闘機攻撃が始まった。しかしギャオスの超音波メスの前に、たちまち全滅してしまう。ギャオスは、おやつ前には出てこないとの A1 の言葉から、夜行性のギャオスの性質が明らかとなり、包見主任の提案で協力証明弾、アジェルが使用され、ギャオス封じ込め作戦が取られる。工事現場では作業員の離脱が相次ぎ、包見と熊、八甲の三人が残るのみとなった。 一方、村でもギャオスのために家畜が全滅し、深刻な被害が地元を襲う。やがて空腹となったギャオスは、アジェル照明弾をくぐり抜け、夜間名古屋市上空へ侵入。名古屋上天守閣を超音波メスで破壊、新幹線の乗客を喰らい、従輪の限りを尽くす。光に弱いギャオス対策のために、照明を全開にした、中日球場が緊急避難所となり、 不安におののく大勢の人々。その時、ギャオスの前に傷の癒えたガメラが開い、名古屋上空に激しい大怪獣空中戦が展開される。ギャオスが腹から出す霧状の黄色い消火液によって、ジェット噴射を止められたガメラは、伊勢湾に落ちるが、ギャオスの足を加え、海に引きずり込もうとする。夜明けが近づき空が明らみ始めると、 ギャオスは頭を紫色に光らせ、にわかに苦しみ出す。ギャオスは苦しまぎれに自らの足を超音波メスで切断し、双子山へと逃げ帰るのだった。翌朝、名古屋港に流れ着き対策本部に接収されたギャオスの片足は紫外線を浴びて、みるみる縮んでいく。ギャオスは日光、紫外線を浴びると細胞が死滅する完全夜行性の動物だったのだ。 その頃ギャオスは巣穴で失った片足首を一晩で再生させていた。ガメラは回転しなかったから甲羅の上でも目が回らなかったとの A1 の言葉から新作戦が決定。人工血液の噴霧でギャオスをおびき寄せ、ホテルの回転展望ラウンジで目を回させ、夜明けまで足止めさせる回転作戦が実行に移される。作戦は成功するかに見えたが、無理な電圧に回路がショート。 夜明けまであと少しのところで失敗してしまう。一方、村では、ギャオス出現による高速道路ルート変更決定のために、村人たちと金丸村長の仲たがいが始まった。激しく攻め寄り村人を泣いて追い返す。A1 に、金丸は欲に駆られた自らの浅ましさを恥じ、A1 のことに従って、持ち山に火を放って、ガメラを呼び寄せることを決意する。 激しい山林火災に急行し、胸から黄色い消火器を噴霧するギャオス。その時 A 一たちの目の前に、ガメラがやってくる。A 一の声援を背に、ガメラとギャオスの二大怪獣の最後の戦いが始まった。ガメラは、切断光線に苦慮しつつも一瞬の隙にギャオスを、吸収、背後から首に噛みつく。弱々しくも抵抗するギャオスを、ガメラは腹で押すようにして飛び立ち。 富士山加工に引きずり込む。加工から、キレ切レに出る切断光線が、ギャオスの最後を示していた。本作の制作当時、東宝は、世界四大モンスターのうち、フランケンシュタイン、キングコングの2大キャラクターを、自社の特撮作品の題材として映画化していた。湯浅のリあキラ、大英のスタッフはこれに対抗して、世界史上に通用する、世界モンスター第二位の、 吸血鬼ドラキュラを題材に選び、その怪獣本案として、大怪獣空中戦、ガメラ対ヴァンパイアーとの企画を立てた。この吸血怪獣、ヴァンパイアーが光を嫌う夜行性の吸血コウモリの、怪獣、ギャオスとなり、本作、大怪獣空中戦、ガメラ対ギャオスとして完成した。一作目で、ガメラが灯台を襲った際に、子供を手のひらに乗せて助けたシーンが、 観客である子供たちに大反響を及んだことから、大英本社や本式担当となったプロデューサーの永田、秀政の意向で、本作からこのシリーズは子供を対象にした、娯楽映画へと路線変更された。ただし、現場スタッフは急激な変更は取らず、山奥を開発する企業と土地の値上げを狙って、開発を反対する、山奥の村の人々エゴが描かれる点において、 前作のドラマ思考を引き継いだ作撃が行われていて、脚本担当の高橋二十三も、ガメラタイヤオスまでは子供向けではなかったと語っている。とはいえ、湯浅、長田の念願である、子供の味方というガメラの性格はこの映画で、決定づけられることとなった。高橋によると東宝で、ゴジラシリーズを監督として支えた、本大次郎が、公開当時本作を見て感激し、 素晴らしい内容だった。ぜひ一度一緒に仕事がしたいと絶賛する年賀状を送ってくれという。これには高橋らもゴジラに対する後発の追い目が吹き飛ぶ思いだったと言い、私がゴジラを意識してなくても、本田さんはガメラを意識してくれていた。嬉しかったと語っている。劇中の科学センターのビルは開業前のホテルニューオータニをモデルにしたが、長田は ホテルの社長から直接電話で、長田くんひどいよ、うちはまだオープンもしてないのに、ガメラが壊しちゃったじゃないかと怒られたという。ガメラ映画では、外国輸出を意識して、日本の名称舞台に取り入れているが、皇室の人からは笑いながら、まさか宮城は壊さないでしょうと聞かれたという。前作、ガメラ対バルゴニよりは、予算が縮小されたとはいえ、通常予算の3倍の、 永久予算を組んで作られた大映画村映画は本作が最後である。この予算縮小のため、本作からは湯浅が本編と特撮の両方を監督担当することとなり、この体制は以後のシリーズに続いていった。この映画においては二大怪獣の能力の違いがはっきりしており、それが印象的に描かれ強い緊張感を見せた。つまり、 陸上戦と水中戦を得意とし、空は飛べるものの飛ぶ、以外のことはできないというガメラに対して、空中戦を得意とし、地上は増えて、水中には入れないというギャオスという運動性能面の対比、また、硬い甲羅に覆われて接近戦に優れたガメラと、防御力は弱いが何でも切れる、遠距離武器を持つギャオスという戦闘能力の対比が、見どころとなっている。 特に中盤の名古屋沖の戦いは、絶品で、空中戦で叩き落とされたガメラに追いすがる、ギャオ、海上に落ちるや、接近するギャオスに噛みついて水中に引きずり込もうとする、ガメラに必死で逃れようとするギャオスのシーンを強く印象づけている。本作は、社団法人、映画輸出振興協会による、輸出映画産業振興金融措置の融資を受けて、制作された映画である。 前作、大怪獣決闘がメラ対バルゴーンでは、特撮監督を務めた、湯浅のりあは、予算の縮小された本作では、本編と特撮の監督を兼任している。怪獣映画が大好きという湯浅は、できれば、前編怪獣だけが出てくる映画をやりたかったと、述べているほどで、本作でも観客である子供たちを飽きさせない、様々なアイディアを、脚本の高橋二十三と共に組み込み、 サービス満点の怪獣映画に仕上げている。湯浅によると、前作、対バルゴンの後スタッフで反省会があり、怪獣が出てこないと観客の子供たちが画面に集中しないとの意見から、本作では冒頭からスピーディーにギャオス出現になぐ演出となっている。また、劇中で A1 少年がカメラに乗る場面での 劇場での子供たちの感性は凄まじいものだったそうで、以降の作品で、より子供の視点に合わせた作風となるきっかけとった。ガメラが海底で傷から血を流すシーンと、いろりろバタで、a 一が火けどしそうになるシーンがダブらされるが、これも湯浅によれば、a 一とガメラの心のつながりを表現した演出だった。ギャオスが、新聞記者を食べるショッキングなシーンがあるが、記者は、 A1 を見捨てて逃げた悪い人として描かれており、ここはちゃんと因果応法を描くことで子供が必要以上に怖がらないよう配慮しており、対バルゴンでの描かれ方との違いだという。ギャオスをはじめ、ガメラ映画の敵怪獣は体に様々な武器を備えているが、これは米国のテレビ番組、スパイ大作戦などからの影響だったといい。 こうしたアイディアを凝らした怪獣同士の戦いに注力し、自衛隊の活躍場面などは意図的に短くしたという。また、怪獣の描写にカットを多用し、こういったカット割りの多さが大英特撮の特徴と異れるゆえんであると述べている。劇中では、ギャオスの性質について対策本部で科学者たちによる科学解説が入るが、アサは、 怪獣が出現する時点で理屈ではない。怪獣映画に理屈を持ち込むべきでないとして、本来は、こういったシーンは、大嫌いだと語っている。このため、青木博士は、東方映画の博士のように活躍しないのだという。ギャオスが足を再生させるシーンが、対策会議の前後に挿入されるが、これも湯浅によると、大嫌いな会議のシーンで間延びさせないための工夫だという。 A1 少年が大人たちの対策本部に割り込んでアイディアを連発するが、これも脚本家の高橋23と全部子供に考えさせることにしようと打ち合わせたもので、湯浅自身の真実は全て純粋な子供の目に映るものだという考えから、劇中の大人たちや青木博士にはあまり活躍の場を与えていない。これは全シリーズ共通のメッセージだそうで、湯浅は 夢というのは、むちゃくちゃの中にあると思うと語っている。造形は、エキスプロダクション。前作、大怪獣決闘がメラ対バルゴンのぬいぐるみの顔つきを修正したもの。鋭かった目つきが、子供の味方らしく優しいものにされている。前作まで人が入ったままガメラに火を吹かせることがあったが、さすがに、危険すぎるとの意見で。 第一作で作られた上半身のみのぬいぐるみに炎を吐く仕掛けを仕込み撮影に使われた。ラストシーンで富士山加工を登るモーター仕掛けで手足の動くミニチュアも第一作で作られたものの流用である。このミニチュアはその後のシリーズすべてで使われている。A1 少年がガメラの甲羅に乗るという本作のハイライトシーンのために20メートル四方の 巨大なガメラの甲羅が作られた。また本作では機伝を組み込んだ回転ジェット用の等身大ミニチュアが用意され、ギャオスとぶつかり合わせている。ジェット噴射は棒の先に火種をつけたもので着火していた。この火薬は1分半ほどしか燃焼時間がなく、高速度撮影で持たせているが、無駄のないよう着火のタイミングを合わせるのが大変だったという。火薬は1本3000円。 当時したため、四本使う回転ジェットでは一カットに合計一万二千円かかった。自作、ガメラタイバイラスでは足だけ引っ込めて飛ぶミニチュアが使われたが、これは火薬の数を減らすための予算削減の工夫だった。コウモリをモチーフにした飛行怪獣。劇中では、A1 少年の鳴き声がギャオーって聞こえるからとのことからギャオスと名付けられたが、 この、ギャオって鳴くから、ギャオスという思いきは、実際は、大英専務の長田秀正によるものだった。首の骨が、音差のように二股になっており、このため鳴き声が超音波振動を起こし、レーザーメスとなるという設定。青木博士は、過去にも現在にも類似した動物が存在しないため、ギャオスを、怪獣類に属する生物と分類している。ポスターや、各種潜在では、 人食いギャオスと歌われ、人を食うというキャラクターが強調された。デザインは井上明。造形はエキスプロダクション。八木正夫を中心に、白熊栄治らによって人の入るタイプのぬいぐるみが、羽を広げたタイプと畳んだタイプの2体作られた。当初は腹回りの段差が2段しかなかったが、迫力に欠けるとの意見で殺入前に、蛇腹状に修正された。鈴木明によって、 目と耳に電色が仕込まれ、退色塗装は、村瀬継造が行っている。飛行創演用には6尺、3尺、1尺サイズのミニチュアが使われた。ポーズの違うものやパーツ別のものを合わせ、30種ほど作られたという。ギャオスが人工血液の噴霧装置の周りを飛ぶシーンでは、画面手前を6尺、画面奥を3尺サイズのミニチュアを飛ばし、遠近感を出している。 また、三人がっかりで指を動かす実物大の手も作られている。制作者であるエキスプロのギマサオは、1995年にもテレビコマーシャル用に本作のギャオスを再現制作している。前作に続いて特撮シーンの撮影には、特殊造形スタッフのエキスプロが全面協力しており、怪獣の起念関係やミニチュアの創演などを担当している。 大英は東京と京都に撮影書を2つ持っていたが、現像書は持っていなかった。このため、ギャオスの発する超音波メスの光学合成は、フィルム1カットにつき3500円、当時かかった。作画合成だと3万円かかり、予算が潤沢だった前作、ガメラ対バルボンに比べ、予算が縮小された本作ではまず、 予算に直結する、この超音波メスをギャオスに何暴かせるかが問題となったという。このギャオスの超音波メスで車を両断されながらも、なおもこれを走らせ、特ダネに関わる中日新報記者のギャグシーンがあるが、この、ま、二つになった自動車は、東京モーターショーに出展されていた、トヨタ自動車の内部展示用の車両を、 脚本担当の高橋二十三が見つけてきて借りたもの。左右それぞれの切断車体をトイタに乗せ、補助輪をつけて走らせた。湯浅監督によると、あまりの記者魂に、ギャオスが恐れ入りましたと頭を下げるシーンは、公開時、劇場でも大爆笑だったという。撮影は、小金井自動車試験場前で行われ、以後、湯浅らは、この場所を、ガメラ街道と呼んでいたそうである。 ギャオスの巣穴に続く洞窟は井上明が作ったが、監督の湯浅は奥行きが足りないと井上と喧嘩したという。予算節約のためこのセットは手直しして、ギャオスが足を再生するシーンの巣穴に再利用した。ドラキュラの本案怪獣であるギャオスは、夜明けが苦手ということで、名古屋港でのガメラとの攻防は、夜空のホリゾントを朝焼けの空に塗り替えて撮影された。 この背景ホリゾントは手間をかけ、都合を2回も塗り直されたという。ところが、本作の初号プリントが、現像書から上がってきて試写が行われた際に、夜空をバックに、ギャオスが足首をガメラに食いかれてもがくシーンで、背景が朝焼けのカットが1カット紛れ込んでいた。予算の関係もあり、編集用のラッシュフィルムは白黒で現像していたため、 背景の色の違いに気づかずにそのまま編集されてしまったのである。このため、夜空がバックのカットを焼き増しして繋ぎ、辻褄を合わせたものの、編集点でコマ飛びを起こし、ギャオスが同じ動きを繰り返す、不自然なものとなっている。題名に、大怪獣空中戦と歌われているだけあって、湯浅監督は、ガメラとギャオスの空中戦描写に力を入れたという。両怪獣の空中戦は、 主に移動背景を使って行われた。調布の大英東京撮影所の横には、京王線が通っている関係で、京王電鉄から線路のレールを借りてきて撮影所内に敷き、トロッコに6軒、約10メートルの長いホリゾント板を乗せて滑らせ、両怪獣のミニチュアの草園と絡ませて、スピーディーな空中カットを実現させている。新聞記者がギャオスに掴まれて持ち上げられるカットもこの手法。 カメラとギャオスの飛行ミニチュアは、円形では5尺、円にの入るシーンでは6尺のミニチュアを使い、ほとんどのシーンは3尺のミニチュアで撮影された。ギャオスからの悲願場所として、中日球場が登場するが、実際はこのロケは当時大英系列の大マイオリオンズ本拠地の東京スタジアムで撮影されたもので、それを実際の中日球場の映像、広告看板や、 特典掲示板などと合成されて作られた。外野席で上空を見上げる、避難民のロングショットは作画。内野グラウンドの避難民のアップショットは、大英撮影所内の空き地である。ギャオスが覗く、新幹線線路の土手は、玉川土手で撮影した。土手つなぎという手法を使い、土手のラインを境に合成マスクを切っている。宇宙科学センターのそばの遊園地の観覧車は、 二子玉川園でロケした。A1 少年が甲羅図体に観覧車に乗り移るシーンは、衣装部の小柄なスタッフが吹き替えた。カーブした道路を進み、橋を渡って、センターにパトカーやジープが向かう。ミニチュア特撮は湯浅も地震のカットで、これは地面にレールを埋め、その上をミニチュアの車両を走らせたもの。シリーズで初めてガメラが、 足だけのジェット噴射で飛行する場面が登場する。回数は一度だけで、飛行というより、ギャオスに対する飛び、がかりのような形であったが、以降のシリーズでは回転ジェットに並ぶ、飛行スタイルとして定着していくことになる。本作は、名古屋近辺を舞台とするが、撮影は、調布の大英東京撮影所近辺で行われ、名古屋弁を話す登場人物は一人もいない。 劇中で怪獣、ギャオスの名付け親となる A1 少年役の安部直行はオーディションで選んだ劇団イロハの子役。よく超えており、同じく太めだった湯浅によると周りから監督の息子だろう、身内を主役にしたなどと言われたそうである。劇中で A1 が描くガメラの絵は実際にこの子役が描いたもの。主演俳優は前作に引き続いて、 本郷幸二郎だが、湯浅監督は、怪獣映画での立ち役は、怪獣、ガメラが立ち役であって、本郷幸二郎さんはどんなに二枚目でも、もたれ役なんですね。怪獣を目立たせる役目なんだ。ですから、あまり印象に残る演技はできない。蛍雪太郎さんとか、上田吉二郎さんの方が目立つんですよと語っている。金丸村長役の上田吉二郎は、 怪獣を食ってやろうとの意気込みだったそうで、湯浅は一世一代の名演技と評している。湯浅は大英怪獣映画の特徴として、怪獣の顔のアップを積極的に取り入れたと語っているが、上側アップでガメラと対抗しようとしていたといい、湯浅が NG を出すときにわざと、今の演技、ちょっとガメラに負けてますよと言うと、そりゃいかん、もう一遍やりましょうとのりに乗って演技をしてくれたという。 海に浮かんだギャオスの足を見分する巡査役の日田久夫は、湯浅が子役所属していた児童劇団カモシカ座のベテラン俳優。アナウンサー役の森谷裕二は大英技術部長の息子だった俳優で冒頭のナレーションも担当している。ガメラシリーズではアナウンサーはすべて森谷が持ち役として担当している。予告編と本編のエンディングテーマに使用された。 バックに全2作と本作のハイライトシーンが流れるが、これは大英本社の意向だった。海外売りの際に上映時間の規定を満たすための処置で以後の定番となった。湯浅は歌にシンクロして画面が出るというこの思考を後のカラオケ方式と評している。本作では深海獣キャオスのお披露目のため新聞記者を集めて記者会見が開かれた。 長田秀正によると、記者たちは、この忙しい時にこんなことで呼び出しやがってと怒ったと言うが、それでも笑いながら、どこが強いのかなどギャオスに対して、質疑応答を行った。当時、人間以外の記者会見は、前代未聞だったが、記者たちは、この会見や死者に必ず来てくれたと言い、ブーブー言いながらも、ワンカットでいいから出してくれなどと頼んでくる者もいたと言う。長田は、 それほどみんなに愛された映画です。自分としてもギャオスが一番好きですと語っている。撮影のため、トヨタ自動車から借り出した切断車両はスチール撮影にも使われ、住子役の笠原が運転台でハンドルを握ったものや、この車両を前にした笠原を、下から、ガメラ、背後からギャオスが囲んだ写真などが宣伝に使われた。劇場では、 入場者特典として、ギャオスグライダーが配られた。紙製で、切り抜いて飛ばせる、深海獣ギャオスのグライダーの他に、折って組み立てるガメラ、バルボンもついた。ガメラの歌を主題歌として、キングレコードレーベルで、アサヒソノラマからそのシートが発売された。ガメラ、ギャオスの解剖図いや、大迫力ドラマとして、俳優陣による、オリジナル音声ドマが収録された。 定価300円。大英宣伝部とのタイアップで公文社発行の少年誌、少年の1967年4月号、別冊付録、少年コミックスに中澤刑事による漫画が掲載された。この作品は B5 版サイズの単行本にされ、公開時に各劇場でも配られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。